女子 1000m フリーディッシュがスタートしました。現在に何とした形でレースが展開しております。ここから動き始めました。5番のブルガリア、カトリン・ハイタルバが先頭、1番のオーストラリア、ディアナロケットが2番で、3番手から上がってくるのは10番中のスーイーに抜けた1番手の外側を予想しています。4番手道には50番のロシアのエカテリーナ・トレポワ、1番ディアナロケットが先頭に変わりました。10番中のスーイーは2番手、5番のブルガリア、カトリン・ハイタルバが3番手、4番手道には52番のロシアのエカテリーナ・トレポワ、スピードが上がってきました。2番手からトップに抜いてからは10番の中国スイーが先頭です。そして5番、そして50番しかった、ここまで仕掛けた、さあ各選手暖房状態となって、さあ頭一つ出るのは誰か。52番ロシアのエカテリーナ・セルボワが先頭で立ちました。ロシアのエカテリーナ・セルボワが先頭に変わりました。さあそして先頭だと一気に2番手以降引き離しにかかりました。残り2周です。52番ロシアのエカテリーナ・セルボワが先頭、2番手でオンバー、5番のブルガリア、カトリン・ハイタルバ、10番の中国スイーは3番手、1番ディアナロケット4番手、残り1周、さあ先頭50番ロシアのエカテリーナですが、まだ差はほとんどありません。最終コーナーまで直線の勝負だ。最後踏み切ったのは52番ロシアのエカテリーナ。